こんにちは。将軍剣道具の杉本です。今日は、塚川を短くする方法について説明します。これは自分でやるやり方なので、簡単な方法で説明します。まず、塚川を市内から外して、この状態に してください。つかがわだけにしてください。次に上の部分をハサミで切ります。この部分をハサミで切ってください。このように切ります。次に切った皮の上のこの輪っかの部分を 外したいと思います。これは後で使います。この間のところ、ここがくくれてるところなので、ここを外していきます。まず輪っかになっているところをしっかり丸棒で外していきます。丸棒がないときは霧などで外してください。このように外していきます。 ここまで来たら、ここは輪っかになっているので、この部分を外すと外れます。あとは引っ張って外してください。次に切った方のこの皮を折って短くしていきたいと思います。まず、 この切った方の皮の方を2回折ります。まず、硬いですがしっかり折ってください。まず1回折ります。そして2回目を もう一度折りますこのように折りますそして2回折った方をしっかり持って 硬い木などにしっかり置いてください。そして、また、霧、丸棒などで、一番端から1センチぐらい開けて、穴を開けます。 このように開けます。反対側も同じように開けてください。 このように上げてください次に先ほど取った皮をこの穴に入れていきたいと思いますまずこの穴が開いていない方を斜めにハサミでカットしますこのようにカットしてください 次に、この穴のところに、この皮を入れていきたいと思います。まず、中の方から外に向かって、この皮を入れてください。 のように入れます。次に反対側の方を入れていきたいと思います。外の方から中の方に入れて刺していきます。 このように入れてください。そして、この穴の間に先の皮を入れていきます。次に、ここを一回上から回して、この輪っかの間にこの皮を入れていきます。 状態にしてくださいこれでしっかり引っ張るとつかが短くなって完成です。